で U ターンっすか。
ギア結構あれですね、出やすい感じがするな、慣れてくると。今回ね2回目ですけど、結構あれですね、ちょっとまあ相変わらずカックンカックンですけど、前回らちょっとだけあれかな、ちょっとだけ進化したかな、慣れたかな。でも意外とねメーターとかこれ見るとね、まあ見やすいとは見やすいかな。うん、でもなんかちょっとな、やっぱグレアなのかちょっとテカってますよねこの液晶。そこがなどうなるかな、気になるな。しかしいいですね、やっぱりいいな。これであれか、170、おあと先行写真、ちゃんとね今ぼやけてたら先行写真をしてくれました、警告を出してくれました。ショックないよ今、さっきのヤリスと大違いだもん。なんかペーパー MT ドライバーでもあれですね、全然なんかうまく見える運転がすごいね、ほんと。そういう意味で言うとヤリスはガチで MT 車だからあれだね、まあ運転のしがいというか練習のしがいがありますね。全然カクンしないわ、すごいね。今孵化してないんだけどな、ほらこれ勝手にねグリッピングしてくれるし、ここはねこれ珍しいよね。ちょっとリバースに入りやすいかな、このギアね。
なんかリバースってね、車種にもよるんですけど、なんだろう、結構ね、なんでしょう、結構ギアを上げて、リバースみたいなの多いんですけど、これなんかな、トヨタのやつは結構一足の脇にあるからな、間違いやすいね。全然ギアチェンジした時さっきとね、僕の技量は変わんないけど、スムーズすぎる。やっぱすごいな IMT。 好きだな。
げえな IMT。 車楽しいな。 CHR 楽しいわ。いつもね、今日もまあさっき CHR のね見てに行ったあの AT ですけどね、 AT じゃないか CVT か、楽しいねやっぱね、マニュアルの方がね。CHR 好きだな、本当な。CHR ね、いいね。すごいね。Thank you.
うん、このハンクラッチ好きだね。ハンクラッチ好きっていうのもちょっとあれだけど、いいねやっぱね、マニュアルさね、自分で動かしてる感じがやっぱあるよね、ほんとね。いやー、もうちょっとでね、僕も納車なんでね、マニュアル車ね。まあね、残念ながらね、うん、練習がてらなんでね、ボロいやつにしましたけど、さすがにいきなり新車っていうのはね、まずいんでね。いいね。